こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではこの前サンディスクの動画を1本アップしましたよね。サンディスクはまあどういう道具かというと、上のカードと下の概要欄に URL 入れます。でももうやっと日本で普通にサンディスクはもう買えます。なので今日の動画ではまあそれをきっかけに、結構面白いサンディスクを使ったスタジオライティング、いろんな、まあ、撮影パターンのスタジオライティングの動画も作ります。なのでぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK、 今日撮影するカメラは、まあ、普通に 1DX と 135mm だけで撮影します。そして後ろに黒いバッグがあって、でその黒いバッグは、まあ、いろんな違う感じで実際にスタジオの中でいろんな面白いライティングを作ります。そしてメインライトとしてはサンディスクを使います。でサンディスクもこの前の動画でも話してたけど、中に白いカバーもあるし、でもオレンジも中に入れることもできる。そしてそれを使えば実際にケルビンでホワイトバランスを変えることもできるし、あとも結構いろんな面白い使い方があるので、これからいろんなセッティングを撮ります。で最初はサンディスク一つだけで始めます。で後ろは黒バッグにしているけど、とりあえず黒バッグのままで実際にブラックボックスをまず作ってから撮影します。で今の設定はシンクロスピード200分の1で F2、 そして感度はまあ一番低い感度にします。今は感度50で撮影します。そしてそれでもしストロボが光らなければどうなるかというと、完全に真っ暗の絵になります。ってことはブラックボックスはできてます。でブラックボックスだけの動画は作ってます。その動画も上のカードと下の概要欄に入ってます。でまあブラックボックスができてるっていうことは、もう余計な光は全部なくしてます。余計な光、窓の光とかはもうないので、もう何を失敗しても俺のせいで、そういう時には今からサンディスクまず入れます。前の光だけ入れて、そしてどんな光を作ってるかを見てみます。そしてその次は後ろの背景にもストロボを入れます。まずサンディスク、今ラジオスレーブはカクタスの D6 マーク2を使ってます。 ABC、 もしかしたら後で D グループまで今日使います。とりあえず今向こうにあるサンディスクはグループ A です。とりあえずブラックボックス状態で被写体の露出だけをきれいにして、その後もいろんな他の光も入れます。まずグループ A のパワーが今のところ32分の1で、完全にブラックボックスの中でもう被写体の顔だけがめっちゃきれいに出ます。でそのまま何枚か撮影してから、でこの状態でも結構被写体だけの露出は最高。次はバックライト入れます。でよくスタジオで撮影している時に普通の黒いバックだけあっても、まあ、それでも面白い、いろんな使い方はあるんだけど、ストロボの面白いところは結局ストロボをいろんなところに入れたりとか背景に入れたりとか、まあ、いろんな使い方があるんです。今から後ろのバックライト、後ろの背景の方に光を入れます。つまりレイヤー4、レイヤーの動画もあります。レイヤー0、1、2、4で、その動画も上のカードと下の概要欄に入ってます。で今後ろにストロボを入れるんだけど、まず後ろのストロボと前のストロボ両方入れる前には、前のストロボ1回消します。そして32分の1で後ろのストロボだけ入れるとどうなるかというと、今こんな感じで完全に被写体がもうシルエット、ある意味ブラックボックスタイプ2、ブラックボックスの動画でどういうことか見てください。つまりまあ被写体はブラックボックス状態にして、そして背景に光を当てます。でもし後ろの背景の光をさらに強くしたらどうなるかというと、まあ、被写体はブラックボックスには変わらないけど、後ろの背景の露出を変えたりします。でも今ここまで、さっきの2分の1まで強くしたけどそこまでいらないので、だいたい16分の1ぐらいをベースに、今後ろの背景、後ろの黒バックの露出を触ります。そしてそれにグループ A 前のサンディスクの光を入れて、後ろの光と合わせるとこんな感じで、めっちゃいい感じに被写体と背景をつなげることができます。
で、これでとりあえず今のホワイトバランスは5600です。今のホワイトバランスは5600で、サンディスクでまあホワイトバランスで何ができるかというと、結構面白いことがあります。今中身が白くなってます。今中身が白い、そして中が白で、サンディスクは完全に逆にすることができます。そして中は今外のオレンジを中に入れる。そうなると何が起こるか分かる人コメントしてください。 OK、 まあすぐできます。で、今は結局前はオレンジで外はシルバーで、もう一回そのままつけます。今このままつけると、まあ、何が変わったかというと、メインライトのホワイトバランスが今変わりました。ってことは、もし今そのままの設定で何も設定を変えずに撮ればどうなるかっていうと、5600のホワイトバランスで被写体がオレンジ、被写体の顔がオレンジ、そして被写体の顔の色がさっきと同じ色に戻すために、サンディスクをストロボにつけるとケルビンで何度変わるかというと、だいたい1600ぐらいケルビンが変わります。そして今5600を4000にします。 OK、 そして前のストロボは若干光がなくなっているので少しだけ強くしました。今前のストロボは16分の1にして、そして後ろの青を気づきました。サンディスクの白いバージョン、そしてサンディスクのオレンジを中に入れたバージョン、こんな感じで変わります。つまりサンディスクをつけて後ろの背景のカラー温度を冷たくすることができます。で、普段はそれはどうやってやるかというと、まあいつもオレンジフィルターだけの動画はあります。オレンジフィルターの動画も上のカードと下の概要欄に、どういう時にどうやってオレンジフィルターを使ってるかの動画もあります。で、まあ簡単に言うと、後ろの背景をちょっと冷たくしたい、ちょっとまあ寂しい感じの色にしたいときは、オレンジフィルターを前のストロボにつけて、それで被写体のホワイトバランスを合わせると後ろの背景が青くなります。で、いつも私がオレンジフィルターを使うときには、もしまあサンディスクがなければどうするかというと、まあいつも俺の財布にオレンジフィルターは入ってます。いつもオレンジフィルター大体どこ行ってもオレンジフィルターの2、3種類ぐらいをいつも私の財布に入れてます。一番濃いオレンジフィルターは、まあ、大体ケルビン2400、2500ぐらいケルビンを下げるフィルターで、まあ、これで何かさらに遊べるかというと、オレンジフィルターにさらにサンディスコのオレンジバージョンを入れたら、結局オレンジフィルターだけにすると大体ホワイトバランスが3000、3100、3200ぐらいになるけど、さらにサンディスクまで入れて結局2000、2500ぐらいまでケルビンを下げることができます。それ一回やってみます。今からオレンジの一番濃いやつ、一番濃いオレンジをさらにサンディスクに、サンディスクのストロボに入れます。いつもバンドは手についてる。そして今はオレンジフィルターをストロボにつけました。これだけやるとだいたい3100、3200ぐらいケルビンを下げるけど、今さらにオレンジまでをつけると後ろの背景がサンディスクだけの青からどこまで青くなるかを見てみましょう。もし今そのまま撮ればまたどうなるか、まあ、もちろん被写体がオレンジになる。こんな感じでめっちゃオレンジになる。そして今ホワイトバランスを4000からもうカメラの限界まで下げます。そして今は2500ケルビンで撮影してます。そしてオレンジフィルターをつけると、あと何が起こったかというと、もう一つの現象が起こります。ストロボに何かをつけることによって、結局ストロボの被写体まで届く光量が変わります。
で、大体このオレンジフィルターをストロボにつけると、まあ、一段ちょっと変わります。つまり今から前のストロボを 1,2,3 回回すと一段の露出が変わります。で、これで結局さらに後ろの背景が青くなります。サンディスコのオレンジだけ、サンディスコのオレンジプラスローグのオレンジフィルター、そこまで後ろの背景今調整することができます。で、そのままもうちょっと撮影して、で、今から後ろのストロボも結局いろんな使い方があります。後ろのバックライトだけをいろんな風に設定するとまた全然変わります。で、今は16分の1、今後ろのバックライトは16分の1なんだけど、今から下げます。16分の1から64分の1まで下げます。で、結局16から64分の1まで下げるのにどうしたらいいのかというと、カットスとか見る必要もないんだよね。前の動画でどうやって私がカメラを見ずに設定してるかの話もしてる。また上のカードと下の概要欄に URL があるけど、カメラ見る必要はない。A、B、C、D グループ。で、今後ろのストロボはグループ B。グループ B を押した状態でダイヤルを1、2、3、4、5、6回回す。ってことは64分の1になってます。だいたいそういうふうに、もうゆっくりやってるけど、だいたい撮影してるときに結局早くやってるので、16分の1にこんな感じで回したりします。で、今は後ろのバックライトは16分の1から下げました。さらにちょっと暗い感じの背景になりました。ちょっとかっこいい感じの青い背景。 OK。 さらに反対側行きましょう。16分の1から2段強くします。つまり16から1段は8分の1、あと1段は4分の1。で、4分の1に今しました後ろのバックライト、そしてさらに明るい感じの青になります。で、まあ、どっちが明るい方が正しいか暗い方が正しいかは特にない。撮りたい人のイメージで実際に好きな風に撮ればそれでいいです。で、今から、まあ、4分の1になるとちょっと今は明るいなと思って、だいたいさっきの16分の1ぐらいに戻します。で、先ほど言った通りに今のホワイトバランスがまだ2500Kで撮影してます。そして、まあ、2500Kもそれでいいかなと。一回またオレンジフィルターを外して、そしてサンディスクは白いまんまにします。そしてその後はバックライトでもっと遊びます。 OK、 こんな感じで、今中はまたあのシルバーの方、つまりホワイトバランスがストロボのまんまの5600Kのホワイトバランスで撮影できます。 OK。 で、そうなるとさっきの設定のまんまで撮るとどうなるかっていうと、今まだ 2500Kのまんまで撮るとこんな感じの気持ち悪い色になります。でも、この色は普通の色に戻すためにどうしたらいいかというと、だいたい 2500Kの今ただ5600に戻すと、そして今オレンジフィルターを外したので、そのままストロボのパワーも一段ぐらい弱くして撮影すると、さっきのめっちゃいい感じの被写体の露出に戻りました。で、後ろのバックライトは今もうちょっと暗い感じにしたい。64分の1に背景の光。背景の光を64分の1にして、ちょっとまたかっこいいイメージに。で、後ろのバックライトは
いつも使っているフィルターはいろんな色があります。つまり限られた時間の中で何で遊ぶか、とりあえず今この色を選んで、白ちょっと赤い感じの雰囲気にしようかなと。で、白のストロボに赤いフィルターつけます。で、赤いフィルターを入れて、そしてそれで後ろの背景はどう変わるかというと、今後ろのバックライトのパワーが64分の1です。64分の1にするとちょっと暗いんだよな。さっきの背景と比べたら64分の1にちょっと暗くなる。なんでかというと、さっきと同じくストロボに何かをつけたので、結局後ろの背景の露出が変わる。で、この赤いフィルターはかなり濃いので、だいたい2段ぐらい今から強くします。 1,2,3,4,5,6 16分の1、後ろのバックライトが。それでこんな感じのちょっと赤い綺麗な色になりました。フィルターなし、赤いフィルターあり、そして前にオレンジフィルターでケルビン2500、同じ場所でちょっと小さなコツだけで完全に雰囲気が変わります。でもさらに面白くしましょう。だいたい私が撮影しているときに、自分の一つのルールが、例えば被写体がいて背景がいて、被写体と背景をなるべく区別できるようにしたい。で、今からレイヤー2の方にもう一頭ストロボを入れます。とりあえず最初は直当てで入れます。直当てでレイヤー2の方にストロボ1頭入れます。で、今前のストロボはグループ A、 後ろがグループ B、 あのストロボはグループ C にします。後ろのグループ C だけは今どんな役割があるかというと、こんな感じ、被写体のエッジだけ今きれいに出す感じになります。そしてグループ A だけつけて撮ると、グループ A とグループ C をつけるとこんな感じに、被写体の前の露出はサンディスクで合わせて、そして被写体のエッジ、背景と分けるための光、レイヤー2はこんな感じになります。そしてそれにさらに後ろの赤い光を入れると、こんな感じで結構面白いかっこいいライティングになります。こんな感じ、すごい。で、後ろのエッジの光はこのままでいいんだけど、このままで撮っててもいいんだけど、さらに綺麗な柔らかい光のエッジにしたい時はあるので、ラウンドフラッシュのまた別の光、ラウンドフラッシュの別の形の光、これはストリップ、結構長いストリップ、どれだけ長いかというと1メートルぐらいのストリップ。そしてこのストリップを今から後ろの光に入れます。というか光をストリップに入れる感じになる。ストロボをこんな感じで吊るして、さらに大きな長い感じのエッジになります。ストロボだけだったら結局スポットみたいな感じに入るので、これだったら上から下までの綺麗なエッジが入ります。で、もうちょっと後ろのストリップを強くします。さっきは16分の1で、今は8分の1の設定にして、そして結構綺麗に今髪のボリュームまで入ります。で、赤をちょっと強くします。1、2、3、1段ぐらい
強くします。オッケー。赤をちょっとだけ強くするとこんな感じになります。で、まあ、どうやってここまで来たかというと、さっきのブラックボックスから前の光だけ入れてシルエットにして、もし赤だけ光ればどうなるかというと、また後ろのバックライト色があってのシルエットにして、それでいろんなバリエーションを作ることができます。そして最後にもう一つ結構面白い使い方があります。このまま一つにしてもいいんだけど、また場合によってレフ板でも使えます。レフ板だからね、レフ板の形だし、普通にストロボのアクセサリーとしても使えるし、レフ板としても使えます。ただもうイルカさんはレフ板使わねえじゃねえかって言ってたじゃんまあ確かにレフ板は使わない。普通に撮影している時に私がレフ板は使わないんだけど、使う時もあります。まずなんでレフ板は使わないかというと、例えば外で昼まで撮影している時に太陽の光をレフ板で戻すのが確かに私が好きじゃない。なんでかというと太陽の光は安定してない。まず太陽の光が安定してないので、レフ板で安定してない光に戻すことになるので、そうなると結局まあ数字が好きな私が頭が混乱するので、でもストロボを使う時にはストロボはちゃんと数字があります。どのくらいパワーがあるかはちゃんと分かります。そして安定している光になってます。安定している光をレフ板で戻すのが結構ありです。普通に自分でもよくやってます。なので今はそのパターンで、ストロボの光を結局下からレフ板で回しても少しだけ影を柔らかくする取り方もあります。で、レフ板みたいな感じでこういうクラムシェルライティングをするとさらに影が柔らかくなります。で、結構顔に上とも下も結構綺麗な感じの光が入ります。でもさらにこのセッティングをレベルアップすると、後ろはレフ板だけじゃなくて普通にストロボも入れることができるので、まあ、レフ板として使うこともできれば、さらにストロボ入れて使うこともできます。そしてこのセッティングで撮った他の写真もあります。例えば背景を真っ暗にして後ろと下とかを影あり、ちょっと影を柔らかくする感じの撮影、そして最後に後ろのバックをさらに面白くして他の色でも入れて撮影します。今赤はつけてたけど、赤じゃなくてもうちょっとかっこいい感じの緑をつけると OK。 さっきは赤だった、今はちょっとかっこいい青い感じの背景も作ることができます。 OK。 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。まあ結構スタジオの中でも普通のただのシンプルな黒バッグでもカラーフィルターを使ってアクセサリーをいろいろな風に使って撮ると結構面白い感じの写真はできます。そして今日はサンディスクで撮影してた、この前動画でも話してたけど、その時は確か日本では発売してなかったので、サンディスクはもう普通にゲットできます。で、まあサンディスクは結構コンパクトになる、一回畳んだらもう結構薄くなるので、まあ、ロケで持っていくのは結構いい感じです。そして今日使ってたもの、サンディスクとかストロボとかカラーフィルターとかも全部下の概要欄に URL 入れるのでぜひ見てみてください。そして皆さんはアクセサリーとかカラーフィルターとか何を使おうか、ぜひコメント欄に教えてくれたら嬉しいです。 OK。 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。そして少しでもいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタンしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。エリコでした。